Hey guys! Today I'm gonna talk about one of my days in Los Angeles.今日はロサンゼルスでのおすすめの一日の過ごし方についてシェアしようと思います。私はハリウッドの近くに滞在することが多いので、朝はグリフィスパークに行って自然の中を歩いていきます。結構リラックスできたりとか、まあ、あんまり他にしてる人いないんですけど、本読んだりとか、アイディアを考えたりとかしながら歩いていきました。体力があるときは上のね、グリフェス展望台とかもね、登ってみてもいいかなと思います。そして、その後、太陽が出て、結構暖かくなってきたら、ハリウッドハイランドにあるカフェによくいました。こんな感じでずっとね、勉強してたりとか、あと、アクティングスクールに通ってた時はすごい量でスクリプトを覚えなきゃいけなかったので、こういう感じでスクリプトをね、よくここのスターバックスとか、上のカフェでね、勉強していました。そういう形でちょっとこうゆったり勉強したりとかするのに、ハリウッドサインを見ながらね、見れるような位置で、ハリウッドの、セレブたちが来るオスカーアカデミー賞をやるところの本当にすぐ間近で、アクティングについて勉強するっていうのは私にとってはすごくエキサイティングな経験です。夜は結構治安もね、まあ割と大通りは人が多いので大丈夫だと思うんですが、あんまりね、女一人とかで歩くのも危ないと思うので、まあ、結構部屋に戻ってリラックスしたりとか、コーヒー飲んだり運動したりとかするのがおすすめです。ただ人通りがちょっと減る分、行きたいようなテーマパークとかがミュージアムとかそういうのがいっぱいハリウッド通りもあるので、そこは夜がおすすめです。あとはスーベニアがいっぱい、お土産ですねがいっぱい売ってるので、そういうのもね、夜買うのがおすすめかなと。こんな感じでハリウッドではそういうね、なんかこう日本とまた違って縛られないような生き方ができるので、すごく素敵だなと思いました。いろんな人種もいるし、日本だとファッションとかもこう人と同じものとか、あの人が着てたから着るとか、そういうのがなんかおしゃれだから着たいっていう風になると思うんですけど、アメリカだとこう逆に人と違うこと、ユニークなことが褒められることが多いので、ちょっと目立つようなブーツ履いてったりすると、ラキュアブーツとかっていう風にね、声かけてもらえたりとかします。だから本当にいかにこうユニークなのか、自分っていうのをいかにこうフリーダムに出せるかっていうところがね、伸び伸びしていて、その方が選択肢もたくさんあるし、日本の、まあ日本でもね、必ず全員がそうではないと思うんですけど、こう年だから水着着れないとか、年だからこの服着れない、格好できない、年相応じゃないとか、そういうのをね、気にしない選択肢をした方がですね、世界は広がるなと私もつくづく思いました。ということで皆さんもぜひぜひフリーダムなね、人生ライフを送っていけるといいですね。ではちょっとでも参考になったら嬉しいです。 See you!